佐賀地方気象台によりますと今朝の佐賀県内はマイナス9度前後の強い寒気の影響でこの冬一番の冷え込みとなりました各地の最低気温は白石でマイナス4.3度佐賀市川添でマイナス1.3度と最も寒い時期を下回り県内では初氷が観測されました初氷は平年より12日去年より3日遅い観測です佐賀地方気象台によりますと この冷え込みはあさってまで続くということです。